こんばんは。今日はこちらの食材を使ったペペロンチーノに挑戦していきます。まずニンニクを切っていきます。次にベーコンを切っていきます。沸かしたお湯にたっぷりちょっと多めに塩を入れます。オリーブオイルを敷きます。ニンニクとベーコンを炒めます。少しだけ塩コショウを入れます。輪切り唐辛子を入れて、さっきの茹で汁を入れます。はい、北川博之特製ペペロンチーノの完成です。美味しそう。ペペロンチーノ完成しました。早速食べていきたいと思います。いただきます。うん、茹で加減も完璧やん。塩加減もバッチリ。もうね、塩コショウのみで、しかも塩をちょっと若干多めで入れたんで、ほとんどベーコンとニンニクにはちょっとしか塩コショウ入れてないんですけども、全然ちょうどいい感じですね。塩加減うまい。大成功。パスタ店開け、パスタ店。